ははい皆さんこんこにちは今日は僕の修行の音楽スタジオらしいコード譜ということのお話をしたいと思いますサムネイルにもありますようにミュージシャン必見ということでライブで演奏をしたりというようなミュージシャンの方は特に弾き語りとかいうようなことをする時にコード譜を便利よく作りたいという要望はあると思いますねまあ 一番わかりやすい方法はもちろんワープロでコード譜を作るというような方もいますしちょっと変わり種のエクセルで作ってるんだという人もいますみんなそれぞれでですね通常のワープロの場合ですねなかなか思うところにコードを配置できないとかいうようなお悩みのある方もたくさんおられると思います今日は サムネイルの一番下にアフィニティ、まあデザイナーというのを本当は付けた方がいいと思うんですが、アフィニティデザイナー、キャンバー、そしてイラストレーターという風に書いてますように、これらは一番の基礎になったのは Adobe Illustrator ーーというもので、ベクトルグラフィックスという部類に入るかなと思います。いわゆる フォトショップとかそういう画像を扱うことが主体のソフトではなくって文字とか図形とかそれらをレイヤーというような考え方で一つのブロックブロックで作れるようなソフトのことですですから今日は僕はアフィニティデザイナーというのを使ってお話をしますけれども勘のいい方はあこれならキャンバでできる イラストレーターでできるというふうになると思います。ただし、今日はアフィニティでやりますけれども、キャンバ編というのも後日改めて出そうかなというふうに思っています。でも、この3つのソフトを使っている方は、ほぼほぼ同じやり方でできますので、そのようにしてください。では、早速やってみましょう。はい、画面に適当な、 歌詞とそして白紙の A4 用紙がこのようにレイアウトされていますアフィニティを全く知らない人のためにここまで来る方法だけさらっとだけおさらいをしたいと思いますここまで来るのにはこのアフィニティデザイナーというソフトをインストールした後まあキャンバでもいいんですけれどもファイルから新規というのを選びまして そして A4 の用紙を選びます通常は縦とかでやるでしょう本当は B4 ぐらいの方が大きく見えていいんですけれどもほとんどの方は A4 のプリンターしか持っていないという方がたくさんおられますですから今日は A4 で話しますけれどもまあこの頃はですね別に B4 で作ってもですねコンビニで PDF で 出せたりしますですから僕のように少しおじさんになってきたらですね B4 ぐらいいいの方がが老眼かかかかっていいかも分かりません出力をコンビニとかでするんであれば B4 というのもいいしもしくは A4 の自宅のプリンターでやっておいてコピーだけを B4 のできるコンビニで拡大するというのも一つの方法です。 そのようにしましてここで A4 を選んで縦方向ここでカチカチ横縦できますので縦にしますそして特にアフィニティの場合はアートボードを作成というのをしておきますそうするとこの白い用紙以外のところに部品を置けるということもありまして必須ではないんですけれどもアートボードを作成 という,ふうにしして作成を押しますするとこのようになりますそして歌詞はどうしたかというとこれはちょっと僕の宣伝みたいにもなるんですけれども皆さんも今や使っていない人はほぼなくなってきましたチャット GPT というのがありますよねあれの GPTs というオリジナルのチャットを作れる機能で 歌詞がでできるるソフトを作っているんですねそれも特に最近は素の AI とか AI 作曲ができるようになってきていますのでそれの歌詞用に作ってあるのがこれです。今日はこれの話じゃないので実践はしませんけれどもこのソフトを立ち上げると作りたい曲名は何ですかとかそしてジャンルは何ですかとかいうふうに 聞いてきます。自分が決まっていないところはお任せでもできるようになります。このように書きました。夏の出来事という曲で J-POP で男性目線で英語フレーズを40%ぐらい埋めてそして他はお任せでというふうにプロンプトを打っています。僕の歌詞ビルダーというソフトはそれを元にですね、このように 歌詞を作ったわけです、す。この部分の、まあ、一部分、バースの2というところまでをこのようにコピーしました。そして、アフィニティの方に移りまして、そして先ほどの画面はどうなってたかというと、このように横に配置しまして、そして文字を入れる機能の中に2つあるんですね。アーティスティックテキストツール。 これを選びまして、大体の大きさの字を作ります。今、A という風になってますね。こうしておいて、ここに Ctrl-V、貼り付けですね。こうすると、これができたわけです。このように、キャンバス以外のところにも置けるのでですね、こういう風にしてあったというのが、先ほどの画面です。ちょっと画面を準備してあった方に戻ります。はい。 こうして先ほどのところまでは準備してあったわけですね。そしてここでです。まあこれが2番3番4番とかいうふうに曲がありましたらこれを2ページ立て4ページ立てとかいうふうにする必要はありますがまずは1ページぐらいということを想定してこのぐらいの歌詞の量にしています。そこからは皆さん各々応用で考えてくださいね。 そして文字の大きさっていうのこれ今ここを見たら41ポイントというふうになっています。41ポイントっていうのはかなり大きくって通常皆さんがいろんな A4 の書類を見た時に何か地域のお知らせみたいな回覧板のようなものが回ってくる時にあるいわゆるあの普通の文字の大きさっていうのは10ポイントから12ポイント ちょっと大きめで14、16そのぐらいのポイント数というのが一般的です。ですから41というのはめちゃくちゃ大きいわけですけれどもそれでコード譜を作るということはこの行と行との隙間にですねコードを入れる隙間というのがいるわけですね。ですからここでやることはまずはこの用紙に収まるようにしないといけないので 縦の部分を約半分以下、これぐらいにしましょう。上にはタイトルちょっと入れたり、メモ書き入れたりしたいですから、まあ、これぐらいにしておきましょう。これぐらいかな。そうしましたら、できるだけ余分なものは消しておきましょう。そうすると行が空いてきますので、こんな風にしましょう。そしたら全体を見たらですね、全体の 半分以下ぐらいになりました。もうちょっと大きいぐらいはいいでしょう。はい。そうしましたときに、今何ポイントかと見てみると、22ポイント。まあかなり大きめです。でもライブの演奏のときは大きいぐらい方がいいですよね。見やすいというのがありますから。じゃあこのぐらいにします。いわゆる半分に収めるということです。これで 22ポイントということぐらいになっていますので行間というのも今22.7ぐらいになっているわけですこれを倍の44ぐらいにすると真ん中に隙間ができます。そしてちょっとぐらい余裕が欲しいのでここを47ぐらいにしますするとこのような。 隙間ができるわけです。これでイメージできました。左右の大きさもちょうどいいぐらいですから、こんな感じにまずは作るわけです。コードを入れますからもうちょっと下げておきましょう。はい。このようにできましたら、これを一旦コピーします。はい。このようにコピーします。これを置いておいて、土台になる方をロックします。 これはキャンバとかイラストレーターでも同じことができますがやり方というのはちょっと違います今選択しているこういう一つのブロックというかレイヤーというのが右端の方に薄青くですね塗られていますここを右クリックしましてこれにロックをかけるわけですロックをかけたらこれはもう動かなくなりますそうしましてこれをですね右のものを こののようにに引っ張っっっ張てて、てきます。すそしてちょっとだけ前の方にもやっておくんですね。なぜかというとコードの始まりもしくはイントロから来た時にちょっと前にコードを書きたいというのもありますので、まあ、この前の出方は自分の好きなようにという考え方もありますけれどももうちょっと左とか。 はい。微妙な話ですけれども、こういうふうにもしてもいいんです。そして、もうちょっと引っ付けるために下にしましょうか。そして、ここでですね、文字のサイズを今、いろいろいじりましたから、23.4ポイントというふうになっています。これを歌詞とは違ってコードですので、ちょっとだけ小さめにしましょう。19ぐらいにします。そうすると、 このように小さくなりました。そして今回は皆さんに分かるようにですね赤色にしておきましょうこの画面のスウォッチというところで前面の色ですね今黒くなっているところを赤に変更しますこれで赤になりましたもう皆さんの中でも「おこれならいけるな」とピンと来られた方もたくさんおられるんではないかなと思います ここで文字のところがコードであればいいわけですコードのテキストが他にあったらまあそれを貼り付けるというのもいいですけれども今ちゃちゃっとこうやってみますねトントントンと押してですねこの先頭が C だったとしますはい用のところから Am ここ F G7 と。こんな風にやればいいわけです。もうここまで行ったら、他、下は消えても大丈夫です。ですから、これで、もう消してもいいし、いや、あってもいいんならあってもいい。どうでもいいです。そうしまして、次、開業すると、勝手に2行目に行きますから、ここで、今、全く無茶苦茶ですよ。 コードはこれでいいというふうに思わないでくださいねはいこんなふうに打っていけばいいことになりますそして、まあ、特殊なものというのがあります例えばンジ g とかを 上にやりたいとかいうようなことも出てくるでしょう。ここで F、ON、G。これでも悪くはないですけれども、G だけちょっと上にやりたいなというようなこともあります。今日ご紹介したような3つのソフトは、それが自由時代になります。どういうことかというと、この G を選択しましたが、ここで Ctrl-T というのを押すと、 こんなような文字に対して細かい指定ができるようなこういうものが出てきます。ここでどれぐらいこの G を上に上げるかなんてことができるようになっています。ちょっと上げてみましょう。はい。こんな風に上げたらわかりやすいとかですね。これ今ちょっと戻しますね。OnG。On も全部上に上げた方がいいかもわかりません。これで はい。このように上げるとかいうことで目を引くようにしてもらうという方法もあったりします。また、これらはですね、特殊な記号が入ったりしたら、レイヤーを使えるグラフィックソフトでは、もう一度テキストツールを持ちまして、適当な大きさで文字を書くことができます。ここでですね、 こういうような特殊なことをメモのようにしておきたいときこういうときにまあこんな大きくすると邪魔ですけれども例えばちょっと小さめの文字にしましてそしてここにピュッと書き加えというのをするのも一つですまたこの続きをですねトントントンとスペースを入れてそしてここで こういういいいいに入れてけけばいいわけですね。ですからこのように最初に文字の大きさの倍プラスアルファの開業をしておいてそしてそこに打っていけばもう簡単に今ちょっとむちゃくちゃに打ちますけれどもこのように行間にぴったり合うわけです。そしててこここのように離れれた場合はこ、こで改行をすれば、 いいわけですね。今、ちょっと、むちゃくちゃの文字を打ってますが、はい。このようにして、コード譜が作れるということです。もう、ここから後ろは言わなくてもわかりますよね。この考えでいけば、イラストレーターであっても、キャンバーであっても、全く同じです。で、キーポイントは、下の文字はロックしておく。そうするとですね、 下の文字が動いたりということがないのでですね、とっても編集が楽です。これで一応大体できたとします。できたとしたら、ロックを外します。ここでロック解除というのができます。そうして、今度は全体を選択しましょう。二つとも選択するという意味ですね。 この時はシフトキーを押しながら伸ばさないと当倍に伸びませんはいでもしどうしてもここに1ページに収めたくって2番は下に打つ右に打つという時はこれをコピーしてコピーしてコピーしてみたいにこうすればいいわけですあれ 右の方がちょっと詰まって見えないな。そんな時は全体を選択して、またシフトを押しながらちょっと小さくすれば全部入るんですけれども、この時にちょっと見てみましょう。このテキストの文字は11.8です。ですから、これでちょうどワープロの文字、 まあ、先ほども言いましたように、ワープロは11.8だよとか、12だよとか、そういう決まりはないわけですけれども、一般的な書類の文字の大きさと同じようになったと思います。これは、表示というところで、これをですね、ズームを画面いっぱいに合わせてみましょう。これ、現実は B5 ぐらいです。僕のディスプレイで見た時にはそれぐらいですし、まあ、これでちょうど、 A4 の紙と同じぐらいにした時に僕は今は自分のディスプレイの大きさではこれが A4 に近く見えてるんですねそうした時にあこれなら見えるとかいやーやっぱり見えないなということであればページを追加してこれはやめてですよはいこれはやめてこれもやめてもう一度 最初のように戻しましてじゃあ2ページ目に移るということです2ページ目にするのはこのアフィニティデザイナーの場合はですね矢印の次のツールアートボードツールというのがありますからこれをして次のページを作るときはアートボード挿入とすると2ページ目ができますそうしましてこれをここに 配置すると。で、配置して歌詞を変えないといけないですよね。2番以降、もう一度チャット GPT に戻ります。こっから後ろ。このようにしてコピーします。はい。歌詞の方を選択して、すべてを選択して、Ctrl-V 貼り付け。こうすると歌詞が切り替わります。そのようにしてやればいいですし、このようなコピーの仕方であれば、 皆さん、曲というのは大体一番の A メロ、B メロとかいうのが大体は繰り返されますので、これいちいちまた打ち込むのではなくて、こちらで作ったコードの方をコピーして、ここに貼り付けると。すると、このようにコードがコピーされたわけですね。いらないところは消しましょう。そして歌詞が若干違うわけですから、 これをちょっと場所を変えたりとかはい全角モードで変えると微妙にできなかったらこれを一旦半角モードにしてですね微妙なところをちょび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 合わすこういう風にして正確なところにコードを打ち込むこれがベクターグラフィックソフトアウィニティやキャンバーやイラストレーターこれらを使ってコード譜を作る 僕がやっている便利な方法。まあ皆さんは俺はもっとうまくやってるでっていうのもあるかもわかりませんが今日のことが一つのヒントになっていただければ幸いだと思います。プリントの方法とかは言わなくても通常のパソコンソフトを使っていたらわかると思うんですけれどもファイルメニューから印刷というのを選んでプリンターの機種などを 選んで、そして OK をすればいいということです。このソフトの場合はアートボードを2つ作っていますよね。ですから、そのアートボード2枚ともをプリンターしたいということになりますので、範囲をここでアートボード2という2ページ目になっていますが、アートボードというのを選んだら、2ページがこのようにカチッと押せば2ページ目。 一ページ目も二ページ目も出るようになります。そして先ほども言いましたようにコンビニプリントそういうのをしたいときは PDF にしたいということがありますよね。そういうときはアフィニティの場合はエクスポートというのをします。そうしましてこの一番上今は JPEG とかなっていますけれどもここを PDF にします。このラスター DPI というのは300ぐらいで いいいと思います。それ以上きれいにしたところであまり意味がありませんそしてどこをやりますかということで先ほどと同じように全ドキュメントにします、はい、この下の方は何も設定する必要がありませんこれでエキスポートというふうに押せばいいわけですでファイルの場所はどこにしますかということですので ここで名前を付けておきましょう。CodeF01 としておきます。保存します。はい。そうすると、このように CodeF ができました。これをクリックすると、PDF が見れます。皆さんの設定している PDF ソフトがどんなものかによって立ち上がり方は変わりますが、右クリックでプログラムを選んでみましょう。僕の場合は、Microsoft Edge で見てみましょう。 こうするとエッジで綺麗に再現ができています。ちょっとサイズを小さめにしてみましょう。こうやって全体を見てみます。はい。2ページ目もこのようになっています。これでコンビニへ持っていけるわけです。ご理解いただけましたでしょうか今日もご視聴ありがとうございました。まあ、これとほぼ同じようなことを皆さんもお分かりだと思いますが、キャンバででも やるような動画もまたいつか発表したいと思います。では、またね